一連の、まあ、経緯とか含めてなんですが、今回のその新設についての問題点、改めてどこにあるといった感じでしょうか。まあ、これは何はさておきですね、本来国民のために行われるべき行政がですね、私物化されたのではないかという濃厚な疑いがあると、ここがもう最大の問題だと思います。そこに、安倍総理ご自身のご意向が働いているのではないかと、これも数々の状況証拠があるわけです。でその疑惑が晴らされないままですね、設置認可をしてしまうということは、これは国民の信頼を裏切ることになるのではないかと思っています。憲法と教育というのは非常に大事な関係があるというふうに思っています。私は国家公務員として仕事をする上で、やはり憲法に基づいて仕事をする、憲法に背かないように仕事をするということを常に心がけておりました。また憲法を実現するため の法律としてですね、教育基本法というものがある。この教育基本法にも忠実に仕事したいとずっと思いながら仕事しています。先ほどもお話があったようにです、憲法第26条という条文がございます。この憲法第26条は、国民の教育を受ける権利というものを規定し、また無償の義務教育というものを保障している、こういう大事な条文であります。こういった条文は旧憲法にはなかったんです。旧憲法は法律憲法にも教育は書いてないですし、教育のための法律もなかったんですね。勅令主義だったんです。つまり今では政令ですけれども、天皇の命令です。天皇の命令に基づいて行うのが教育である、こういう考え方だったわけですけれども、今の教育は国民主権の原理に基づいて国民のために行われる。で、国の教育を受けるということは基本的人権なんだということがはっきりと問われているわけですね。この教育を受ける権利とか、あるいは生存権、第25条ですね、26条、一つ前の条文、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、あるいはその労働基本権といった、28条に書いてあるような権利、こういった権利のことを、自由とは別に社会権という言い方をするします。社会権、国家に対して人権保障を積極的に求める権利、ちゃんと教育の機会を作りなさいということを国民が政府に対して求めることができる権利、無償の義務教育をちゃんと保障しなさいということを求めることができる権利、これを社会権と言います。で、社会権規定というのはですね、19世紀までの憲法にはなかったです。20世紀になって初めて現れてきたので、最初に現れたのはワイマール憲法だと思います。ドイツですね。ただワイマール憲法は脆弱だったために、ワイマール憲法の中からヒトラーが入ってきた、民主政治の中から独裁者が出てしまったという、痛恨の歴史をドイツ人は持っているわけですけれども、そのワイマール憲法で